私だ。はい、今日はねガチャ引いていきますよ。新英雄召喚聖戦の子アレスとリーンとイシュタルが、来ましたね。今回はイシュタル一点狙いしていきたいと思います。今日ね5月の11日、今ね夜中の2時半なんですけど、何かこう課金ができないエラーが出てるみたいなんで、オーブ51個しかないんですけどね。まあ一点狙いなんでね、まあ出てくれるんじゃないかなと思いますね。まあ出なければね、まあ次の動画でね課金して出していこうと思います。では引いていきましょう。レディゴー。はい、では初回無料いきましょう。はい、うん、いい感じですね。赤も引きたいけど、とりあえずね青だけ引いていきましょう。なんかね、今回のねイシュタルのイラストがね、なんかちょっと賛否両論あるらしいんですけどね、俺はね全然いいと思うよ。うん、はい、ジェイガンからのスタートですね。うん、やっぱりね、あの聖戦の系譜のね原作やってる人からするとね、イシュタルのねなんていうの、追加はねかなり嬉しい。でね、トールハンマーのエフェクトもうあれそのままですからね、マジでかっこいいっすよね。そのね武器の性能とか、今回のなんだっけ、Cスキル、うん、もうすごいのねついてるからいいんじゃないですか今回。んでね、リーンもね踊り子も欲しいしね、アレスもねあれ毎ターンなんかスキルが打てるみたいなありますよね。素晴らしいですね今回。今回ねこれ星落ちねえ誰がするかって思うとね、ぶっちゃけ言うとね、もし落ちるんであれば俺イシュタルが落ちるんじゃないかなと思うんやけどね。まあね、リーンはねなんな特殊武器じゃないから落ちる可能性はあるんですけど、やっぱりこう踊り子っていう時点でね落ちないんじゃないかなって。うん、まあイシュタルはね一応神器持ってるけどさ、前回のマークの男版ね、神器持ちで落ちてるからね。うん、もうね今はね何が落ちるかわからない時代ですね。うん、はい、出ましょう。いやこれねオーブ数少ないからさ、これマジでこれ出なかったら本当にしょうもない動画になるからね。うん、何でもいいからねこの51個でさすり抜けてくれたらまだね一応動画として成り立つんだけどね。はい、ですか。まだねかろうじて青がねしっかり出てくれてるだけマシですね。青が途切れたら終わり。きた、来ましたねこれ。青3つ、どこかにいるでしょう。お願いします。はい、オルエンでもいい。あー違うんだなー。いやーガチャ楽しいなー。やっぱりね新英雄召喚はね楽しい、狙うのがね。はい、オッケー、さあ出ろ。惜しい、惜しいなー、結構惜しい近いぞ、ここにいるか、頼むから煙を、ドン、オッケー、イシュタル、イシュタル、イシュタル来い、来い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 、あっしよっしゃー嬉しい。いやー出るもんすね。いやこの並びいいっすね。うーわ来た。はい、16、21、11、4、7、どうすかこれ。個体値がわからんけど、攻撃は上がってないかな。もしくは下がってる可能性高いしね。これね、守備上げとかだったら最低じゃないかな。いやー、よかったー。あー、いいっすね、これ。攻撃の、やっぱトールハンマーよ、トールハンマー。いやー、強っ。これは強い。いやー、たまらんですわー。たまらんですわ。このラインがいいっすね。ここ。ここがいい。ここ。ここが。ここがいいっすね。はい。やった。ありがとうございます。15個。引きますか。出たし。ここ。赤2つあるからね。いい感じじゃないですか。はい。
実際もうこれ51個でさ、出ちゃったからさ、もういいよね、これ。はい。もう俺あんま深掘りしないからさ、今回。新しいキャラにね、重装とかいるんであれば、全然引いていくんだけどさ。はい。今回の狙いがね、惜しい。お前じゃないんだな。今回のね、狙いがね、もうイシュタルだったから、もう十分っすよね。8個。あと1回引けますね。最後引いて終わりましょう。はい。オッケーオッケー。どれしよっかなー。はい、これ。さあ、最後に決めて、終わってくれ。ドン。オッケー。どっちか来い。いや、オーブ51個しかないのに、いやー、ありがたいね、イシュタル来てくれて。うん。いやー、どうしよっかな。これね、実際のところね、アレスもリーもね、全部欲しいんすけど、イシュタルのね、個体値次第かなっていう感じですね。イシュタルのね、個体値がね、あまり良くなかったら、もう一回引き直そうかなっていう感じですね。はい。っていう感じで、今回の動画を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。